メトロポールアレナで行われる本日のゲームです。この時間は福岡対名古屋、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、まあ、ツートップだけで点が取れるということですよね、うん、やはり2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形が作れればという狙いはありますよね、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますの で、はい、で1人シャドウで動けると思うので、うん、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、うん、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。福岡対名古屋、エキシビションマッチをお届けしてまいります。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね、うん、なるほど。まず立ち上がりを迎えます。丁寧に足元を使う中村、田中へ、マテウス、さあここでカウンター、レオシルバーへ、ナルセ、相馬へ、サイドへ、裏を狙う、いいボールですね、相馬へのボール、いいですね、これ仕掛けるか、右サイドへ振ってクロスが上がる、福岡ここクリアで難を逃れます。セント、ファンマ、ミア、前へ、ワコ、前へ、ふわっと裏を狙う、このパスには追いつけませんでした。マテウス、名古屋ここでファールをもらいます。田中、大きくサイドチェンジ、このパスを受けて北島、相馬、さあカウンターのチャンスになります。ナルセ、名古屋としては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、うん、そうすることで中央にスペースができるので、はい、そこに熱目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。マテウス、大きく縦へ、前、中村へ、サイドチェンジ、長いパスがつながります。まずは前半この序盤ポゼッションで上回っている福岡、また中央へ、
ここ来ましたよ。絶好の位置。さあどこに出してくる。さあ左サイドへ上がる。これはクリア。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。ワンマンへのボール、ルーズになる。相馬、さあマテウス、稲垣へ組み立てながら攻め上がっていく。田中、フワンマへ、フワンマから右へ、柔らかいボール、あっとこれはワンツー、どうだ、中村へ、裏へ届くか、これはタッチシュート、止めた丸山。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。まあクリアが精一杯ですよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。中で味方の選手が待っている。ファーへのボール、クリア。このピンチをなんとか脱します。成瀬、縦へのボール、先頭へスルーパスを出す、抜けてくる。さあ右へ預けて、先頭へ、相馬へ、ここはクロス、湯沢、さあルキアン、チェコを受けながらのドリブル、サイドを使います。クロスを上げる、これを拾いたい名古屋。ハット、もう一度クリア。このピンチをなんとか脱します。さあカウンターを仕掛けます。相馬、サイドのスペースへ走らせる、どうだ、ボールはクリア、来た、シュート、なんと止めた。いやいい反応でしたね北澤さん。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの場面でスーパーセーブです。ポストに阻まれた形になりました。とこれはギリギリじゃないですか。これ名古屋入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。湯沢、前へ、宮、田中へ。前半30分を過ぎたところです。田中へ、中村へ、和子、田中へ、チャンスを演出できるか。さあルキアン、来た、ルキアン、ルキアンが体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。吉田、丸山からのフィードボール、素早いパスで攻め上がっていきます。裏のスペースを狙う、いいボールだ。相馬へのボール、中は枚数いる。さあどうする、
先頭へ、この柔らかいパスクリア、このピンチをなんとか脱します。ナルセ、相馬へのボール、稲垣へ、相馬へのボール、ここで丁寧にコントロール、稲垣へ、そろそろファーストハーフ終盤ですが、スコアはまだ0対0です。宮、長いボール縦へ、プレスからボールがこぼれる、フワンマからルキアン、パースをつなげます、ロングフィードで狙う、これはクリア、もう一つ前に行きたい中村、いいプレッシャー、ここでファールがありました。直接狙うにはちょっと遠いか、タクロスバー、これはどうだ、前半も残りわずか、ここはいい位置に詰めていました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。福岡先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。吉田、前、中村へ、長いボールを送ります。セント、丸山、丸山から長いボール縦へ、成瀬、相馬へ、ゆるく狙ったボール、北島、田中へ、湯沢、田中へ、田中へ、ここでレフリー前半終わりの声を聞きました。前半終え1対0、福岡まずは1点先制して折り返す前半となりました。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしているっていう心の余裕っていうものがありましたね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。福岡対名古屋、福岡1対0とリードして折り返します。さあ後半スタート、福岡としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよ ね。吉田、稲垣へ、右サイドへ振って、細かいパス回し、こぼれてますよ、ナルセ、レオシルバーへ、スルーパス、
マテウス、ボールを下げてリズムを作るか。丸山、大きく縦へ。稲垣へ、先頭へ、レオシルバーと、ボールはどうする。ボールが収まりません。ボールを受けて、うん、シュート、これはわずかに右でした。前、北島、アーチのようなパス、セント、吉田、マテウスへ、チャレンジはしません。後ろに流す。丸山、稲垣へ、丸山から緩いフィードボール、吉田からマテウス、ここで丁寧にボールを扱う。先頭へ、サイドを使います。吉田からマテウス、この位置でボールを受けます。先頭へ、さあどこに出してくる。このセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなりシビアですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。名古屋、ここでファウルをもらいます。注意に終わります。ここは直接行ける位置です。同点に追いつく大きなチャンスです。前、宮、北島、福岡、最終ラインまでボールを下げる。縦へのボール、これはつながりません。ここで前を向けるか、撫でるようなボールタッチ、セント。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。福岡としては後半に入ってからまだシュートがないんじゃないでしょうかね。残り時間の使い方ですよね。もう1点取りに行くっていう選択肢もありますけどもね。激しいボールの奪い合いです。ルキアン、ルキアンから右へ、足元大事に行きます。ここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。セットプレーのチャンスが続きます。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね。侮れませんね。福岡、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。裏のスペースを狙う、これは合いません。湯沢、クロス、
これは直接キーパーへ。チャレンジはしません。後ろに流す。セント丸山、成瀬、パスでつないで攻め込んでいきます。名古屋また中央へ、ふわっと裏を狙う。いいボールでしょう。この位置で受ける、上げる、クリアです。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。上がる、このクリアボール拾いたい。レオシルバからマテウス、ここは間合いを取る、クロスを選択、クリア。このピンチをなんとか脱します。セント仕掛けるタイミングを図る。枚数いる、中につなぎたい、上げてくる、どうだ、ボールはクリア、ミドル、福岡。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。いや、この積極性は大事ですよね。裏のスペースを狙う。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。レオシルバ、マテウスへ、左サイド上がっていく。前ですね。一旦前を取る、先頭へ、絶好のシュート。名古屋ここでファールをもらいます。さあいい位置です。ここで追いつければ試合の流れ変わるかもしれませんよね。うおー、決まった、追いついた。素晴らしいゴールでしたね。この時間で追いつくことに成功しました。直接ゴールに叩き込みました。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。名古屋同点に持ち込みました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。このパスがつながります。中村、フアンマ、チャンスを演出できるか。長いボール縦へ。さあカウンタースピードを上げたいところ、ここは通しません。これは両チーム奪い合い。北島前へ、不安前のボール、さあ右へ預けて中央へ、チアゴ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。前へ、右サイドへ振って田中へ、この位置で受ける、中央へ。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。稲垣、フアンマ、中村、ルキアン、ルキアンからこのフィードパス、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。名古屋メンバーチェンジがあるようです。
稲垣、稲垣へ縦へのボール。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですが、いかがですか。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。宮、前へ、中村へ、和子、阿部から右へ、このスルーパスは通りません。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。残り5分を切っています。アーチのようなパス抜けてくる、スルーパスを狙う、ここで受けて、どうだ、ヘッド、ゴラッソー。いやー、これなんというゴールだー。いやー、もう言葉がありません。いやー、すごい。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決めきるところがまた素晴らしいですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。同時に2人の選手が入れ替わります。名古屋、さあ逆転しました。時間はもう残りわずか。いや、ここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常にコースのバランス良かったですからね。そうですね、来た、シュート、シュート、このままじゃ終わらない意地の一発。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。土壇場での同点劇です。いやー、踏ん張った結果出てましたよね。そうですね、レオシルバ、吉田、吉田、組み立てながら攻め上がっていく、稲垣へ長いボールを送ります。斉藤、斉藤から右サイド、中村、北島、カウンターを仕掛けていきます。大きく縦へ、北島、長いボール縦へ、田中へ、大事に行きたいですね。ここ来ましたよ、名護、主審時計を見ながら長いホイッスル、2対2、同点です。引き分けという結果になりました。さあ、北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけば、またさらに成長していけるでしょうね。そうですね、ありがとうございます。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。2対2、ドローで終了しています。